アニメ化。ネイルアーガマ前編。テレビアニメ機動戦士ガンダムダブルゼータが初出。時は宇宙世紀0088の11月、第一次ネオジオン構想時。一年戦争時に活躍したペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースの設計を参考にして建造されたアーガマ。グリプス戦役時にはモビルスーツ輸送艦といった状態で戦場を最後まで駆け抜け、第一次ネオジオン構想時には火力や地上運用のための改修を行い、ネオジオンによる地球降下作戦を追いかける形で地上に降り立った後、表舞台での役目を終えることになるのだが、この当時アナハイムエレクトロニクスはグラナダ工場にてアーガマの設計思想を受け継いだ新たな英雄の機関を建造していた。それがこのアーガマに近いという意味の名を持つ新型艦ネイルアーガマである。アーガマは強襲巡洋艦であったが、こちらは全長380メートルという超大型艦な上に多くの追加要素を加えていることもあるためか、その艦首も機動戦艦になっている。本艦は一説ではアナハイムエレクトロニクスが当時の大型艦船シェアを勝ち取ることも目論んで建造し、ホワイトベースが持つ特徴をアーガマより強く引き継いで作られていると言われており、モビルスーツの運用能力をより優秀にするためにアーガマでは8機であったモビルスーツの収容数を12機に増やし、さらにカタパルトデッキを艦隊前方の上部に3機、下部左右に1機ずつの合計5機に加え、艦隊後方に着艦用デッキを1機配備したことで、モビルスーツの射出と収納効率を最大限に引き上げ、モビルスーツ射出時の反動もエンジンブロックの横から展開した、折りたたみ可能な4機のカウンタースラスターによって相殺することで、収納している多くのモビルスーツを安定してスムーズに展開することが可能になっている。その他の特徴として艦橋の両側面にアンテナがあり、艦隊の中央左右には折りたたみ可能なソーラーパネル内蔵型の主翼が設置されているわけだが、これは本艦に搭載されたハイパーメガ粒子砲やメインエンジンにエネルギー供給を行えるほか、状況に応じて折りたたむこともできるようである。また艦隊後方には左右のエンジンブロック部に5機ずつ、中央に1機の推進ノズルが付けられている。アーガマと比べると本格的な戦艦仕様といったところだが、それに加えて艦内の機材を最新のものにすることで少ない人数でも運用可能な設計にしており、居住ブロックもドラム式に変更し、艦内に内蔵する形を取ることで被弾リスクを減らしているなど、アナハイムエレクトロニクスの狙いもあってか、その性能は機動戦艦というカテゴリー通りの至れり尽くせりなものになっている。武装に関してもまさに戦艦といえる豊富なものとなっており、左右のカタパルトデッキの先端側面に単装ビーム砲が合計2機、船体両側面部のシャッター内に収納されているサブメガ粒子砲が合計2機、艦隊前方上下に2連装メガ粒子砲が合計2機、後方上下に単装メガ粒子砲が合計2機といった下機に加え、さらに特筆すべきは中央のカタパルトデッキの真下に設置され、アーガマのものよりも大型化して作られていると言われるハイパーメガ粒子砲の存在で、これはエネルギーコンデンサーを含めると全長50メートル、口径18メートルというモンスターサイズの手法であるわけだが、その威力も見た目通り凄まじく、理論上はコロニーレーザー級の代物と言われている。あらゆる戦場へ手軽に持ち運べるコロニーレーザーと考えると相当な脅威なわけだが、砲身が船体に完全に固定されているため、照準の調整は船体を動かしながらしなければならないことに加え、エネルギーチャージに時間がかかる上にその消費も激しく、一撃で全動力を消耗するため、その後はメガ粒子砲を撃つことができなくなるデメリットがあるなど、使いどころを間違えれば自滅必至の必殺兵器ともいえる武装となっている。ちなみに英雄語のドック艦ラビアンローズのスタッフであるミリー・チルダー曰く、手法の制御は三重になっており、砲座、サブブリッジ、ブリッジの3箇所からコントロールできるようである。以上がネイルアーガマの性能と武装になるが、
劇中では最初はブライトノアが艦長となり、他のクルーは外して、新たなクルーで運用する予定であったが、ネオジオンの襲撃に合わせた、ブライトとジュドーたちの攪乱からの強制出航に加え、連邦軍との会談のためにブライトがフォン・ブラウン氏に向かってからは、ビーチョー・オーレグが艦長代理となり、ハマーン率いるネオジオンと、謀反を起こしたグレミー派の双方を相手に最終決戦まで走り抜けた。そして、第一次ネオジオン構想終結後は、ピーチャが退職金代わりにもらおうとしていたが、さすがにそれは叶わなかったようで、宇宙世紀 0090、3月21日に、地球連邦軍、独立進行部隊ロンドベルの、初代機関として編入されたようである。さらにロンドベル所属後は、一説によるとネオジオン残党軍の、ポジドン艦隊と交戦していたとも言われているが、同型艦も作られておらず、地球連邦軍の本来の国防計画を通さずに作られた戦艦であるため、他の艦艇との連携が困難という背景もあったらしく、宇宙世紀 0092 の12月25日に、ラーカイラムが就役すると同時に機関の座を降りることになった。そしてその後はアナハイムエレクトロニクスグラナダ工場にて、媒体によってはその時期は曖昧だったりするが、一説では宇宙世紀 0093 の3月に、大規模な改修が行われることになったと言われている。そのためシャーアズナブルの宣戦布告により始まった、第二次ネオジオン構想に登場することはなかったのだが、その間に力を蓄えることになった本艦は、数年後に起きるラプラス事変において、新たな仕様で再び表舞台に姿を現すことになるのであった。今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。